こんにちは、ジャパネット寺田二輪販売部の阿部ちゃんです。カメラやってます、シュウです。お久しぶりだね、シュウ君。お久しぶりです。バイクの時はちょっとちょくちょく出てもらおうかなと思ってるんですけどお願いします。今日は皆さん動画でご紹介した CBR400F の販売でございます。これね、結構皆さん気になってたと思うんですよ、はい、やっぱり大人気車種なので、今日はこの、まあ、旧車界のもう人気の頂点にいると言っても過言ではないバイクなんですが、こちらをかなりリーズナブルなお値段でご紹介できると思いますので、はい、まあ、この手のバイク好きな皆さんぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで本日ご紹介するバイクはこちらの CBR400F でございます。かっこいいですね。かっこいいよね、これ。程よくいじってあるんじゃないですか。まあ程よくどころじゃないんですけどねまずちょっとご説明すると、もうご存知の方も多いと思いますけれど、はい、こちらはもうホンダの名車 CBX400F の、まあ、後継機種みたいな形で、それに続いて販売されたっていう、まあ空冷4発の、はい、まあ、俗に言うネイキッドタイプのバイクとなっております。はい、ただ CBX と違うのは基本的にエンジンは同じなんですけど、はい、このホンダさんの REV っていうシステムが入ってまして、はい、低回転では2バルブ、高回転では4バルブになるっていう素晴らしいシステム入ってます。すごいですね。だからまあ VTEC の元祖みたいなやつですね。なるほど。そうだから高回転になるとパーンってすごいめちゃめちゃいい音するっていう機能になってます。はい、はい、でこちらの CBR は年式でいうと1985年昭和60年のバイクとなっておりまして、私の、まあ、見立てからするにおそらく2型っていうバイクになります。 CBR は1型だとこのホイールとかがあのホンダお得意の NS コムスターホイールっていうなんかこうね星みたいなホイール入ってるんですけど、2型になってからこの3本スポークっていうんですか、これちょっと軽量タイプなホイールに変わりましたっていうバイクですね。へー、いいですね。はい、あとスイングアームの形とかもちょっとごっつくなって、で車体も全体的に軽量化されたっていうバイクになります。すごいですね。アルミですかね。アルミですね。元祖ですよ、アルミスイングアーム。この時代からなんですよ、アルミスイングアームって。すごいですね。で、もうあのなんだ、CBX も、はい、CBR もモノサスでしょ。あ、そうですそうです。この時代って大体まだ日本サスだったからね。そうですね、バイクはね。で、この車両に関しては今こうご覧いただいている通り色的には青白になっているんですが、はい、このバイクもともと赤黒のバイクです。これじゃあ色替えですか。まあ色替えっていう概念なのか分かんないですけど、はい、もうホイールからカウルからタンクから全部白青のものに変わっているという感じですね。なるほど。でも皆さん見てください、こちらのバイク外装が皆さん大好きなフルビートです。テールカウルもビートです。サイドカウルもビート。あ、ビートですね。このフロントもうビート。そうなんですよ。見えるかな。もうこれだけで皆さんね、 CBR 乗ってる人全員この外装にしたいんじゃないのみたいな仕様なんですけど、結構ねパチモノ出回ってます、このビート製っていうのは。いい、パチモノも多いんですね。そう、でもこのサイドとかこのリアカウルは本物です。お、はい、ちゃんとアルミ製ですからね。これアルミなんですか。これプラじゃないですよ。ちょ、見てもらえますか。はい、ちょっと待ってね。よっ、これ刺さってるだけなんだよね。外すの結構大変なんですよ。よ、おい、それだ。ほら、ほんとだ。ちゃんとアルミ。ね。すごいですね。ペラペラじゃないですよ。で、他にもカスタム箇所ございまして、はい、まずは、スタビついてますね。あ、ついてます。デイトナのスタビ。はい。はい、とあと、NHK のステダン、定番パーツです。そうだね。あとね、プラグコードが多分変わってますね、これおそらく。そう、はい、あとね、はい、エンジンガードついてます。これ素晴らしい。いいですよね、はい、このビートのカバーをね
ガードしないといけないから、これを削った日にはもう涙ちょちょ切れちゃうからね。これのためにガードついてると。はい、であとはもう印象的な部分、マフラーですね。マフラー、はい、マフラーはちょっと自分これ見たことないんですけど、ファイターゼロ、ゼロ式手曲げ排気管っていう、なんか物々しいマフラーついてまして、これ初めに言っておきますね、はい、今この状態でこのマフラーの音は車検に絶対通りません。あ、通ないんですね。はい、なのでこのバイクは基本的には現状販売で行かせていただきたいと思います。はい、でちょっとあの弊社的にもこういうちょっと車検に通らなそうな音がするバイク売るのはどうかなって思うんですけど、まあこのまま乗っていただくのは絶対やめてくださいね。これは最初に言っときます。ちゃんと、まあ、純正入れるなり、あのちゃんと規格ジャスマのマフラーに変えていただいて車検取って乗っていただければいいかなと思います。はい、では、音聞いてみますか。あ、お願いします、ね、早速じゃあ行ってみましょう。はい、ということでエンジン始動しました。僕の声聞こえてますか、大丈夫ですか。聞こえてますかね。あのアイドリング状態でこれです。音が結構大きいですね。結構うるさいでしょ。多分これだとね車検通らないと思います。はい、で一応エンジンの調子とかに関してはまあ現状付けの感じとか問題ないかなっていうところですね。でもこれ REV ついてるんでもっと高回転回すとめちゃめちゃいい音するんですけど、あまりこの販売動画で法令に反するようなことはしたくないので、買っていただいた後に皆さんでやってください。まあ、こんな感じで普通にエンジン始動できますし普通に走れます。はい、で一応灯火類に関してもあの全部点灯確認済んでまして、フロントのこのライト HID 入ってます。おだ結構明るく照らしますね。いいですね。はい、で現状の不具合箇所としてはこのバイク基本的にはそこまで特筆するところってないんですけど、まあ、やっぱり古いバイクっていうところもあるし、おそらくお見受けするにこれエンジンも1回もオーバーホールしてないと思うんですね。で走行距離も今のとこ 25,237 キロ。一回映します。はい、はい、まあ、走っているので、はい、もし買っていただいた際にはまあ、1回エンジンを下ろしてね、各部消耗品とか交換してキャブも1回オーバーホールするなり、まあ、車外のキャブつけるなりしていただければもっと干潮になると思います。はい、ということでですね、こちらのバイクの販売価格の方を皆さん気になってると思うんでご紹介したいんですけど、お願いします。最近のこの CBX400F、はい、CBR400F ってめちゃめちゃ値段高騰してます。めちゃくちゃ高いです。はい、やっぱその原因っていうのはこのエンジンの、ね、音にあって、これさっきも聞かせましたけど、最近のバイクにはないのぶといいい音っていうのかな、ただ単に高回転の音が気持ちいいだけじゃなくて低回転もこう結構のぶとくてレスポンスも良くてっていうんで結構人気なんですよね。じゃあこのバイク相場的には相当結構高いところにいると思いますが、はい、ジャパネット寺田の二輪販売部は驚きのお値段でご提供したいと思います。では発表します。お願いします。こちらのバイク180万円です。いかがでしょう。やばいですね。180万円ポツキリです。ポッキリですか。ポッキリ。ただ現状販売ですよっていうところと、はい、現状車検とかはついてないので買っていただいた後にお客様でやってくださいという状態なの であとはオリジナル外装じゃないのでね、もともと赤黒っていうところもあるし、まあフルビートついてはいるんだけど、その辺は考えさせていただいて180万円でご提供したいと思っております。ありがとうございます。シュウ君バイク乗り的にはさ、はい、なんか質問ここどうなんですかみたいなとこないの。僕としてはやっぱ、うん、このマフラーが気になりますね本当に、うん、これ変えてほしいですね。それとあと、まあ、部品が出るのかっていうところがやっぱ恐怖なところではあるので。あ、確かにね、まあ、旧車なんでいつ壊れても正直何も言えないんで、まあ、でも旧車の中でも乗ってる人多い車種だし、そうですね、メジャーな車種ではあるから、
まあ、そんな困んないんじゃないかな。あ、そあと海外部品もあるしね。あ、あるの辺だとね。あと足つきとか見ますか。あ、安倍さん身長おいくつですか。174センチです。足べったりです。ほら両足べったり、いいですね。ライディングポジションはこんな感じ。別にそんなに前傾じゃないですよ。そうですね、うん、だから全然あの乗っていただけると思います。ツーリングもいい感じにいけそうですね。まあマフラーがこれじゃなければまあそこはでもこれはやっぱりさあれじゃないですか、 RPM 感とか入れたいじゃないですか。あ、いいです ね、ちゃんとバフル入れてですよ。もちろん、うん、もちろんリベットもんじゃダメです。まあそんなところで、はい、まあ、世間的にも非常に人気のあるバイクだと思いますので、はい、皆さんぜひご検討いただければと思います。よろしくお願いします。で、陸走買っていただいた後の陸走等々に関しましては別途料金いただければ、あの弊社も業者を使わせていただいて、お客様のご自宅なり最寄りの基地局にバイクを届けることが可能です。お、あとはまあ二輪なんで、はい、ご自身でね来ていただくのが一番安心かなとは思いますね。そうですね、はい、ハイエースだったり軽トラックだったりで取りに来られる方いますもんね、はい、であとはそうですね、一応まあ約40年ぐらい前のバイクになりますので、ぜひあのお買い上げの際は現車確認もしていただいて大丈夫ですので、はい、あのこちらに来ていただければね、来ていただいてエンジンかけて、まあ、自分で少し動かしてみてね、あこれだったらいいなと思っていただいた方にできれば乗っていただきたいと思ってますので、はい、ぜひご検討よろしくお願いします。お願いします。はい、でトラスト企画ジャパネットテラタ二輪販売部はですね、今後もカスタムバイク控えておりますので、ぜひカスタムバイク好きな皆さんチャンネル登録とグッドボタンを押していただいて、はい、次の販売になるバイク期待しておいてください。あ、次何が来るんですかね。もう次はね日本の名車が来ます。いや全部名車じゃないですか日本の名車だけど、はい、もうフルカスタムな、おもうフレームから全部、フレームから、はい、カスタムされてるバイクをご紹介する予定なので、はい、ぜひ期待しておいてください。あ、期待します。はい、ではまた次のバイク販売の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。車好きのみんな集合。一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中。誰よりも車に詳しい三度の飯より車、現役の走り屋、 GTR が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう。あなたのご応募お待ちしています。